皆さんこんにちは、てつりです。今日はダイヤ改正のニュースリリースについて話そうと思います。今日は2023年の12月15日、この動画が出るのはもしかしたら翌日になってるかもしれませんが、今回の動画ではできるだけ簡潔にテンポよく JR 西日本のダイヤ改正情報についてまとめていこうと思います。12月15日、本日発表された、ダイヤ改正のニュースリリースですが、こちら結構盛りだくさんの内容となっておりまして、去年の梅北エリア開業などに続いて、かなり面白い、改正になると思われます。忙しい人のための JR 西日本ダイヤ改正情報2024年春ということで始めていきましょう。今回のダイヤ改正の大きなポイントは、北陸新幹線の金沢・敦賀間の延伸開業が大きなポイントかと思います。この北陸新幹線の金沢・敦賀間の延伸開業によって、北陸新幹線が東京方面からつながるということで、一本の鉄道列車で敦賀まで行くことができます。敦賀というのは福井県にありまして、JR 西日本の誇ります快速電車、新快速電車でも大阪から1本で行ける場所の、エリアにあります。東京から1本で敦賀へ行くことが可能。東京から敦賀までの直通列車は14往復運転されるそうです。金沢から敦賀間の速達化が実施されます。在来線の特急サンダーバード号と白鷺号は、この北陸新幹線の開業に伴って運行を終了することとなります。これがいわゆる並行在来線とかっていうやつです。その大阪から金沢方面へのサンダーバード号の乗り換えというのが必要になってきまして、金沢へは敦賀で一回新幹線に乗り換えする必要があります。それと同時に新幹線は少しお値段が上がりまして、来年の3月からは一回乗り換えが増える、さらにお金がかかるということになってきます。サンダーバード号の代替新幹線として敦賀号が運転される予定です。敦賀号が現在のサンダーバード号の代わり、リレー敦賀みたいな感じになるんでしょうかね。米原から敦賀間ではノンストップの臨時快速列車が設定されるようです。こちらは快速ということで特急料金は不要。米原から敦賀間では、一部白鷺号が運転できない場所で、ノンストップの臨時快速が運転される。非常に、期待しております。サンダーバード号とこの白鷺号の自由席が撤廃されるというのも大きなニュースです。JR 西日本のいろんな特急電車において全車指定席化が進んでおりますが、サンダーバード白鷺号もその対象となっております。山陽新幹線について見ていきましょう。山陽新幹線は終電繰り下げを行います。東京から岡山への最終列車が6分繰り下げ、東京から西明石への最終列車が約21分繰り下げとなります。これによって東京を少しでも遅く出てもギリギリ目的地に間に合うことになります。そして反対方面、博多から東京への最終列車は1分繰り下げということで、たった1分ですが、博多発が19時発ということになるので、時間の文字上ではですね、19時台からの、ギリギリ19時台で東京に行くことができるという名目になっております。こちらがのぞみ64号らしいですね。速達列車桜号、水穂号、のぞみ号、山陽新幹線の過密化が行われます。臨時列車も含めまして、新大阪駅の発車時刻表の朝8時台には約9本設定されるようです。そしてその山陽新幹線内でも N700SK の毎日の運転の拡大が行われます。のぞみ1号そしてのぞみ40号で追加で N700SK が導入され、1日合計27本の列車に N700S という新しい新型車両が割り当てられることになります。山陽新幹線小倉から博多駅の間の利便性が向上するようです。小倉駅から博多間の列車間隔を2分短縮ということで、今までは15分ほどだったのが13分間隔、最長でも13分間隔で列車がやってくることになります。これは買い物需要の増加に伴ってその期待に応えるべくという感じですね。新幹線と在来線の乗り換え時間が改善されます。山陽新幹線岡山駅で特急やくも号との乗り換え時間が短縮、最大で14分速達化されます。姫路駅でも特急スーパーハクト号と新幹線の乗り換え時間が短縮されます。こちらは最大27分の速達化。在来線の特急について見ていきましょう。在来線特急やくも号について見ていきます。平日は12往復から毎日15往復運転に増便するそうです。一部列車は利用状況によっては運休ということもあるそうですが、4月6日からはこのやくも号に新型やくも号が導入されます。273系という車両です。車内には Wi-Fi、 全席コンセント付き、そしてグループ座席のあるセミコンパートメント席というんですが、そんな車両が導入されるようです。
そのダイヤ改正後、4月5日からはスーパーヤクモ食と呼ばれるリバイバル食が運行を終了しまして、6月末にはそのリバイバル食、さらにゆったりヤクモ食と呼ばれる従来のヤクモ号に使われていた車両が運行を終了するそうです。ゆったりヤクモ食381系は完全引退ではないと、そういうふうに書かれておりますが、このヤクモ号にも JR 西日本の自由席撤廃の動きは進んでおりまして、ヤクモ号全車指定席化となります。特急スーパーハクトについて見ていきます。 JR と地図急行を結ぶ特急スーパーハクト号は大阪から鳥取間で1往復増便します。これによって1日8往復の運転、平日の臨時列車が定期列車として運転されることとなります。1日5往復、そして10本を大阪駅から京都駅間での運転を取り合います。それによってその5往復10本は大阪駅発着となります。このスーパーハクト号にももちろん自由席の撤廃の動きが進んでおりまして、全車指定席化が進みます。地図急行線指定席の特急料金が300円値上げするそうです。この地図急行線の指定席特急料金の300円値上げは改正後の購入分からとなります。特急種別名称の変更です。琵琶湖線などを走ります通勤特急琵琶湖エクスプレスという種別は、琵琶湖エクスプレスの名前から通勤特急楽々琵琶湖号というものに改称されます。またその楽々琵琶湖号というのは一部時刻表が琵琶湖エクスプレスから変更となるようです。楽々播磨号についてです。現在姫路から新大阪までを結んでおります通勤特急楽々播磨号の運転区間が網走から京都に拡大されます。これによって朝の通勤時間帯 A シートと併用して通勤の需要に応えるような特急列車となっております。特急黒潮号は泉府中駅に停車する列車の拡大が行われます。特急南紀号に関しましては新宮から紀伊勝浦間でワンマン運転を開始します。新たな特急列車として大和路線内で通勤特急楽々大和号が設定されます。こちらの楽々大和号も楽々播磨号などと一緒で通勤需要を目的としたもの、平日のみ通勤時間帯に1日1往復の運転です。大阪駅の地下ホームの特急種別などが増えまして、大阪環状線を走る特急列車が1本増えるということになります。特急はるか号については今までコロナウイルスなどで減便されていた臨時列車のはるか号などが定期列車化しまして、1日約30分が運転されることとなります。大和路線を走る快速うれしいと、そして大阪東線を走る快速うれしいとの拡大です。本年度2023年の10月から導入されておりました快速うれしいとの指定席サービスがですね、土休日にも拡大しまして、その快速うれしいとの増便も拡大も行われるようです。新快速電車の A シートについてです。新快速 A シートの連結列車の時刻表が変更となります。今まで走っていたダイヤよりも少し早いダイヤというものが設定されます。1本は早朝時間帯に変更となります。嵯峨野山陰線、嵯峨野線の普通列車の増便、そして増結についてです。インバウンド需要などで外国人観光客の需要があった嵯峨野線の普通電車、京都駅から嵯峨嵐山間での普通列車を日中毎時1本増便しまして、1時間あたり4本から5本に増やします。京都駅から嵯峨嵐山間で運転されている一部普通列車の両数を4両編成から6両編成または8両編成に増結という措置を取るそうです。 JR 奈良線についてです。 JR 奈良線では夕方のラッシュ時に1本増便を行います。京都発常用行きの列車です。直通快速の新規停車についてです。大阪東線を走ります直通快速は新たに白北公園通り駅にも停車します。 JR 夢咲線、桜島線の増便です。ユニバーサルシティ、ユニバーサルスタジオジャパンの新エリア開業などに伴って、平日の朝の時間帯に普通電車を2本増便するそうです。山陽線、一部列車の取りやめについてです。毎日運転されていた小月から下関間で運転されていた普通列車が土休日のみ4本運転取りやめとなるようです。詳しいダイヤはこんな感じ。観光列車アメツチについてです。アメツチは運行区間が拡大しまして、米子から出雲横田、それから鳥取から城崎温泉の区間でこの観光列車を走ることとなるそうです。今回のダイヤ改正では北陸新幹線の金沢敦賀間延伸開業が大きなポイント目玉となっておりますが、他にも JR 西日本では山陽新幹線の終電繰り下げ、速達列車の過密化、特急列車の指定席化など、お客さんのニーズに応えるような感じになっていると感じております。
残念ながら北陸新幹線の開業によって廃止するサンダーバード白鷺号もあるわけですが、そちらのものはこの先京都大阪方面に北陸新幹線が延伸した時に大活躍してくれるんじゃないかなというふうに考えております。というわけで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。